私の方から、数週間前からお伝えしておりますが、諸派党構想の政治版ということで、国会議員の意見として、多くの人の意見をですね、官公庁に伝えていこうというですね、運動の方を始めております。で、先週あたりから実際に送って意見を、送られている方がおりまして、その報告です。今はですね、今後の衆議院選挙で NHK 党公認で一応立候補予定の方に、使ってもらおうかなと思っていまして、実際にそういう動きがあります。一つがですね、愛煙党です。確かね、候補者としては大分の方で立候補予定ですが、一応政治団候補者の方とその今回メール出した方は別なんですけれど、愛煙党の方で公共の喫煙所が喫煙者の数考えると少ないんじゃないか、だからポイ捨てにつながるんじゃないかみたいな意見を送られたということがありました。まず最初国土交通省に送られたんですけど、ちょっと管轄外という返事が返ってきたので、その後は厚労省と環境省に送ってもらってですね、その後厚労省と環境省からは一応、その取り組み我々やっていきますと、そういうですね、ご意見のようなものはいただいております。あとは女子党か、女性議員 50% を目指すとですね、和歌山から立候補予定で、こちらはですね、ライターの森山秀樹さんもですね、協力いただいている、確か副党首かどうかで協力いただいているんですけど、その女子党、女50と書いて女子党の森山さんが総務省に男女の選挙を立候補者の、そういうことに関連してちょっと要望なり何なり送ってもらったと思う。ちょっと詳細は私の方でも今ご説明できなくて申し訳ないんですけど、そういう意見の方は送っていただいております。ちょっとね、いろいろと試行錯誤中ですけど、少しずつ進んでいるかなと思います。はい、で次にですね、何でしたっけ、そうですね、こちらですね、書書ありがとうございます。これ紹介してもいい？もちろん、お願いします。ご見解いただきました、こちらにおられる及川さんが各政党、主要な野党ですかね、政党要件を満たした野党です。なるほど、政党要件を満たした野党 の、 各代表者にインタビュー記事ですね。はい、本当に野党ではダメなのか、野党が掲げる成長のための経済政策で、こちらはですね、各野党、立憲民主党から日本共産党、維新の会、国民民主党、社民党、れいわ新選組、あと NHK 党では私にインタビューいただいて、その記事が載っております。一応こういう本が出ましたので、こちらで告知させていただいております。私なりのですね、経済政策、あとはコロナ対策、あと NHK、あとテレビですね、放送改革に関するお話などを、させていただいております。こちらですね、確か YouTube のインターネット YouTube 上の動画にもインタビュー記事の動画はありますので、そちらも合わせて見てもらえたらと思います。ということで、私からは以上になります。